ここ広瀬ダムの駐車場広いね。駐車場があってトイレがあるから、眠くなったら寝れるね。トイレあるしね。で展望台がありますね。広瀬ダム、あ、すげえ広いダムだね。わあ、大自然だね。これダムです。ダムカードありますって書いてあるけど、ピンポン押せばいいの？本当？なんか昼飯だから、昼飯食ってるから今いないんじゃないの？押した。はい、あ、すいません、ダムカードもらっていいですか？はい、何名でしょう？1人です。はい、入っていいのかな。あ、すいません、ありがとうございます。はい、あ、ありがとうございます。どちらの方来たか教えてもらってもいいですか？栃木県です。はい、ありがとうございます、はい、ご苦労様でした。はい、気をつけて。なんかハンコがあるんですか？スタンプですか？記念。そうです、そうです、あの、ベキゴンザムロ記念スタンプですね。そうです、押してきました。え、なんかこれは何ですか？これ、あの、郵便機です。あ、あ、そういうことなんですね。あ、わかりました、すいません。大丈夫です。じゃあ早速、どうぞ。あ、はい、押しましょう。大丈夫かな。くっ、押しょ、あ、押しました。結構有名なんですよ。いいですか、お仕事。はい、はい、お願いします。あ、顔が出ない。ありがとうございます。古いからかね。いや、大丈夫ですよ。大丈夫です。まあ、味があるんで。はい、はい、あ、ありがとうございます。はい、ご苦労様でした、はい、すいません、ありがとうございます。はい、なんかダム管理の人ってあんな感じの人なんだね。俺なんかもっとさ、なんか気難しいおじいちゃんがやってんのかなと思ったら、全然そんなことなかったら、なんか初めて、あの、ダム管理事務所のさ、人になんか会いましたし、ダムカードもらったし、なんかハンコ何これ、笛を吹いてる何かがのハンコですね。もらいました。ダムカード、これダムカード、これがダムカード。気のいい人って感じだったら、なんか良かった、すげえ良かった。あれがダムの事務所なのか。へえ、もうほぼ来ることなんかないからな。本当良かった。